どうも、チョコ先生です。本日の視聴者ゲストは木漏れ日さん。書きたい字は煩悩遊戯、こちらは曲のタイトルですね。楽しんでやりたいと思います。それじゃあズームにつないでいきます。お久しぶりです。久しぶりですね。今日は電波があるんですね。電波がありますけど今日は横浜にいます。へえ、今日は川の上？いや、海の上です。海の上これ前回のテストの時にね、お仕事の関係で電波がない時があるみたいなね話をしてたんですけど、あるけど海なんでしょ？そうですね、やっぱりこのご時世、陸にも上がれず、うん、海の上で生活ですよ。辛いなぁ。船酔いはどうですか？いや、意外と大きいので揺れないんですよね。今回の船も大きいから大丈夫と。はい、よかった。大丈夫ですじゃあ、とりあえずお名前と。はい、名前が木漏れ日で、年が22です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日書きたい字は何でしたっけ？煩悩遊戯ですね、はい、これはシンガーソングライターレオルさんの曲の名前です。はい、やっぱ曲もかっこいいけど、うん、なんかもしもなんとなくかっこいいじゃないですか。うん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 、画数が多いとやっぱり難しいけどかっこいいみたいな。ね、見栄えしますしね、これ。はい。で、事前に今回は宿題をやってきていただきましたけど、めっちゃ可愛いですね、やっぱ字が。止め払いみたいなのが、ちゃんとできてるかっこいい字が書いてみたいんですけどね。おー、なるほど。いや、ちょうど今、小森さんがおっしゃった、止めと払いをメインにやりたいなって思ってたので、じゃあ、小森さんの、あれ、好きなものをね、ちょっと伺ってもよろしいですか？はい。僕の好きなものは、うん、絵を描くことですね。おー、そう、小森さんね、絵描くんですよね。いつから描いてるんですか？ちゃんと描き出したのは中学校ぐらい。あ、そうなんですね。うん、はい、小学生の頃に先生に授業で絵描くじゃないですか、うん、はいはいはい、あれ褒められたのが嬉しくて、うん、ああやっぱね、褒められるとね、おってなりますよね。そうですね、これはいいのかみたいなちょっと嬉しくなっちゃってその小学校の時に褒められた絵はなんかどんな感じの絵だったかって覚えてます？あー、なんか地獄に蜘蛛の糸が垂れてきて、それ登って途中で切れるみたいな話あるじゃないですか。はい、ありますね。なんかあれの絵を描いてて、ちゃんと人が描けてるねみたいな。あー、なるほど。しかも人を描いてたんですね、ちゃんと。そうです、人をメインで描いてて、それを褒められたので、へー、嬉しかった思いが。てか、それを今もちゃんと覚えてるって相当嬉しいですよね。だから、はい、うん、そこからは好きな漫画模写してみたり、うん、あー、はいはいはい、自分でなんか絵描いてみたりみたいな、うん、でもなかなかうまくいかなくて、もどかしい感じですね。でも今もでも続いてるのが本当好きなんだなってことですよね。イラストの話はまた掘り下げて聞かせていただきますので、はい、とりあえずちょっと煩悩遊戯の煩から。はい、お願いします。3画目の入りが1、2画目よりも結構上から入るとかっこいいんですよ。ああ、なるほど。そうそう、上にスペースを残してやると、そう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 、すげえすげえ、すごいなー。どうどうどう、よくないですか？なかなかバランスよくなります。いや、バランスいい、バランスいい。ありがとうございます。いいじゃん。イエーイ、まあ、こんな感じで進んでいきますんで。はい、お願いします。はい。で、最近はさ、絵はさ、どういうの描いてるの？はい、だって昔はその漫画とかの模写をしてたわけでしょ？最近はでも、うん、ファンアートが多いですね。ああ、はいはいはい。それはもうレオルさんとか？ちょっと前はレオルさんばっかりだったんですけど、うん、今はいろいろ興味の持ったものを描いていくみたいな。やっぱね、自分の好きなもの描いた方がね、絶対楽しいですもんね。そうなんですよ、うん、描いてる時やっぱ適当に思ったもの描いてると、うん、なんか違うなってなってくるので、なるべく意味を持たせた絵を描きたいというか。あ、それはね、すごい見ててめっちゃ思います。でもなかなか、うん、レオルさんの曲はその歌詞から自分がどう思ったか汲み取って書くっていうのができるんですけど、そういうのがない、歌じゃないとか、そういうアートは書きたいんですけど、どう書けばいいかみたいな。歌じゃないファンアートって例えば？あ、最近はその YouTube で VTuber をよく見るので。クズハさんたちですね。あ、そうです見てます。
教えていただいて何本か見たんですけど、でも VTuber とかはさ、キャラデザというか、ま、絵が公開されてるから割と描きやすい方ではないですか？ああ、でもやっぱりキャラデザがあるとすごく楽ですね。ですよね。あとはポーズを決めて服を着せるだけなので、ただ構図がやっぱりその思っても描けないみたいなのが多いんで。だってさ、何でも描けるイメージなんですけど、木漏れ日さん。いや、あれはごまかしにごまかしを重ねたけど。いや、嘘。そうなんだ。もうこの手描けないからこっちにしようみたいな。そういうことか。でもなんかそういうのね、迷ってるのも含めて絵描いてるの楽しいですよね。いや、本当に楽しいです。ただ描けなかった時は本当になんか悲しくなってきますね。そう、さ、うまく描けない時ってむしゃくしゃするじゃないですか。はい。どうやって処理してますか、それ？とりあえず見なかったことにします。今日は何もしてないってこと。あー、なるほどね。一日を、あ、もうじゃあその日はもうそれ以上絵を描かないってこと？描きません。あー、そうだよね。まあ、それが一番精神衛生にはいいよな。はい。それかどうしても描きたいときは、その描いて途中でやめたやつをいっぱい保存してるんですよ。はいはいはい。なんでそこら辺を漁って続きを描いてみたり。あー、なるほど。その日の描きたかった絵はもう諦めて、過去の描きたかった絵の続きを描くんだ。はい。あー、その時は描けることが多いですか？そうなんですよ。意外と見方が変わって、その構図自体をちょっといじって、人自体も変えてみたいな。はい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 。したら意外と筆が乗る感じがあるんですよ、たまに。いや、なんかそれいいですね。ツイッターとかによく上げてるんですけど、はいはい、たまにコメントもらえるのが嬉しいですか、ね。あー、そうね、そうね。もらったら嬉しいですよね。でも本当嬉しいです、ね。いいねもリツイートも嬉しいんですけど、やっぱどんな言葉でも一言もらえるとすごく嬉しいです。ねえ、嬉しいよね。なんか、その人が一瞬でもその、時間を割いてくれるというか、自分のイラストに心を動かされてくれたんだなっていうのが嬉しいですよね。いや、本当に、それですよ。うん。それは本当にあるある。わかるわ。お、ちょっと大体できてきた気がする。ね、木漏れ日さんのね、ノーっていう字は、はい、あのね、やっぱ可愛いですね。そんなこと言ってる場合じゃない。立身弁が若干小さいんですよ。なので、あー、そうですね、ちょっとこっちをウェイッと伸ばしてやって。お、了解です。ちょっと待って、めっちゃ上手くない？もういらないでしょ。いやいや、もう終わり終わり、もういいよ、もういいよ、おしまい。めっちゃうまいんだけど。上手じゃん、もういいよ、もう煩悩ののおしまい。素晴らしい。なんか習ってたんですっけ、書道とか？いや、全然習ってないですよ。あ、習ってないんだ。すげえな。やっぱあれかもね、絵描く人ってね、目からの情報をさ、処理するというか、お手本を再現するっていう能力絶対長けてると思うんですよ。あー、なるほど。うん。以前かっこいい女性描くのが好きっていう風に言ってたじゃないですか。はい、言ってましたね。うん。それはさ、そのレオルさんも多分含むと思うんですけど。そうですね、大体はレオルさんの影響が大きいかと。あ、そうなんだ。かっこいい女性の理想がもうレオルさんみたいな、おー、ところがあるので。なるほど。やっぱり描いてて楽しいんです。映えますからね、なんか容姿としても。いや、もう本当にどんな髪型も髪色もしてくれるじゃないですか。絵描く側からしたら本当に楽しいというか。はい、じゃあ煩悩遊戯の遊ね、上に乗っかってる人たちはちょっとちっちゃくって、はい、なのでちょっとまあ心尿を意識して一回描いてもらっていいですか？了解です。ういそう、そっからグッと斜めに入る。うまい、それいいよ、その心尿めっちゃいい。やっぱ心尿が一番の敵ですね。そうね、抜きがむずいですね。そう、抜きが難しいね。そう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 、そういうこと、そういうこと。おお、よくない？今までで一番。一番いい、一番いい、素晴らしい。すげえ集中してた。いいね。オッケー、じゃあ最後ラスボスいきますね。お願いします。絵はさ、趣味でやっていこうかなって思ってる感じですか？そうですね、やっぱ仕事にすると、それはそれでしんどいのかなと。そうだよね。
仕事にするにしてもやっぱりそこまで絵に詳しくないというか、うんうんうん、どうしても趣味の範囲なんで、うん、そこまではって感じですね。いや、いいと思う。私は楽しくてなんぼじゃん。やっぱ楽しいことだけしていきたいです。いやー、いいこと言った私もなんかそれこそ中学生とか学生時代はなんか絵の仕事に就きたいなとか思ってたけど、でもなんか諦めるとかそういうことじゃなくて、自分がその絵を描く時の一番楽しい距離感が今の感じだなって思うんですよ。ああ、距離感は確かに大事ですね。そう、なんかこれが仕事になっちゃうと、私の場合はちょっと絵との距離が近すぎてなんか多分辛くなるだろうなっていうかありますね、確かに。うん、だからなんかプロでやってる人ってその仕事として絵を描くっていうことの距離感が自分に合ってる人なんだろうなって思うんですよ。ああ、なるほど。うん、だからさ、なんかいろんな人がいていいのになって思うんですけど、なんか学校とかって絵がちょっとでも上手かったらそれ将来仕事にしなよみたいに言うじゃないですか。ああ、言いますね。なんかさ、それを良しとする風潮がね、ちょっとねーって思ってましたなんか無駄なプレッシャーというか、うんうんうん、押し付けみたいなのが、そう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 、発生しますよね、あれは。で、別に、なんて言うんだろう、趣味でやってたって幸せな人っていくらでもいるのに、なんか仕事にできないと価値がないぐらいに思う大人が多いなってのはすごいね、ちっちゃい時から思ってた。それはありますね。うん、だから楽しめるとさ、自分の距離感とかでね、それがベストかなって思いますね。はい。何の話だこの虚っていう字よりもこっちの方がでかいんですよ。なんでかっていうと、このわーって長いやつがあるじゃないですか。これがこの字のまあメイン。だからこの左を結構細長く書くと。了解です。すごい、だいぶ変わりました、ね、いや、変わった変わった。お手本を読み取る力がね、すごすぎる、マジでありがとうございます。いや、ほぼ説明してないし、私。よし、じゃあもう忘れないうちにおさらいに行きましょう。はい。あの、字全然大きくなってもいいから。本番が怖いし緊張します。やばいんだけど息止まってましたねめちゃくちゃうまいよ。すごい。緊張した。いや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 、一発でよく書きましたね、これ。はい。もうなんか疲れ切ってる集中力が。いやー、すげーわ。いやー、こう見るとだいぶ違いますね。自分的にどれが一番変わったって思います？一番変わったのはやっぱ、ユンですかね。新尿めっちゃ上手になりましたもんね。なんか克服できた気がします。うん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 、だいぶコツが分かってると思います。素晴らしい。もうなんかやりきりましたよかったよかった。いや、出し切ったと思います。どうですか、喋ったり書いたりしてみていかがでした？いや、楽しかったですし、やっぱりかっこよく描けるのが嬉しいですね。へー、よかった。イラストから派生してね、好きなものの話が聞けたので個人的にはめっちゃ楽しかったです。僕も楽しかったです。ありがとうございます。いやいや、ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、今日は小森美さんでした、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。